任せて。よし。えい。私だってごめんなさい。邪魔しないで。まだまだ。そうね。邪魔しないで。僕が次。よし、次。もう二度と負けない。新しい大陸を見つけた冒険者未来に。この情熱は私の分。みんなのきらめきを一つに。まさか。ちょっと今のすっごくいい感じだったよね。青少音楽学園第99期生青少音楽学園第90青少音楽学園第9
よーし、今日のレッスンは終了。カレン、さっきのステップかなり良くなってきた。本当？うん、苦手だったイタリアンフェッテも軸がぶれなくなってきたし。褒められた、ひかりちゃんに褒められたよ、嬉しいな。でも舞台少女愛情カレンは日々進化中。明日の私は今日よりもっともっとグッドグッドなんだから。カレン、一緒に青少祭に向けて頑張ろうね。せやけど青少祭の前に激フェスがあるんやろ。ほんま難儀やわ。難儀ってすげえ伝統のある祭典だぞ。私たち9人とも選ばれたんだから、せめてもう少しやる気出せよ。やる気は増すえ、ただ同時進行でお稽古せなあかんのがややこしいんや。その激フェスってなんだっけ。はあ、お前忘れたのかよ、選ばれてんのに。いや、青少祭のことしか頭になくって。全国学生演劇フェスタ、略して激フェス。全国の演劇系の学校から選ばれた生徒が参加する一大イベントだよ。あ、去年天童さんとクロちゃんが出てたやつ。そういえば二人ともおらへんけど、どこ行かはったん。他の学校と激フェスの話し合いだよ、バナナと星見も。ふーん、4人は A として、真昼班は青少祭の確認で B 組。うーん、もうややこしい。あ、おかえり真昼ちゃん。ただいま。どないしはったん真昼班、うかん顔して。それがなんか変なんだよね。変って何が。 B 組の人たち、ロミオとジュリエットの準備してたの。え、なんで。青少祭も近いのに何やってんだ B 組は。激フェスの方の準備してたんとちゃいます。でも激フェスの演目ってまだ決まってないし、それに B 組のみんな、スターライトなんて結局あったっけ、なんてまるでスターライト忘れちゃったみたいな雰囲気で。おい、ちょっと待てよ、99期生は3年間通してスターライトを演じるんだぞ。それを忘れるやなんてありえへんことちゃいます。確かめなくっちゃ。 B 組行ってくる。私も。二人ともちょっと落ち着いて。だってスターライトを忘れちゃうなんて。スターライトは B 組にだって大切な舞台のはず。あれ、カレン、どうしたの。カレンちゃん、うん、おい、カレン、なんだよ公園なんかに来て。なんか今ビビビって。だからそのビビビってのはなんだよ。あ、この着信音、ここって。おいおい、マジかよ、この舞台ってまさかオーディションの。だけどちょっと雰囲気が違うような。オーディション、いやいや、うちもうあんなこと二度とごめんやわ。すでにあなたたちは上がってしまったのです、舞台に。え、あなた誰。私はエル。エルさん。エルで構いませんよ、千代崎真昼さん。え、どうして私のこと。あなただけではありません、イスルギフタバさん、花柳薫子さん、神楽光さん、愛情カレンさん。あんた何者や。それはいずれわかります。私たちをここに連れてきたのはお前か。それはお分かりでしょ。キリン、この劇場はオーディション会場、そしてその衣装、あなたたちにはオーディションに参加していただきます。お断りです。ああ、あんな思いは二度とごめんだ。お互いにきらめきを奪い合うなんてもう絶対に嫌だ。それはできません、あなたたちはすでに立っているのですよ、オーディションの舞台に。参加するなんて私たち言ってないよ。やってきましたよ、ほら。
なんだよあいつら。あれはコロス、群衆を意味する。舞台少女に立ちはだかる試練、あなたたちが求めるものをつかむために乗り越えねばならない壁。まさかあれと戦えってのか。いやいや、怖いしめんどくさい。うち帰る。彼らに打ち勝たなければ帰れませんよ。そんな。失われても良いのであれば、スターライトが。スターライト？失われるってどういうこと？この世界には人知れず忘れられていく物語があります。いつの間にかそっと人々の心から消えていく。消えていく？まさか B 組のみんながスターライトを忘れてたのって。続きはコロスに打ち勝ってから、歌い歌われ、踊り踊られ、エチュードの始まりです。カレン、やるしかないよ。いやいや、ほんまにやるんですか？私だって嫌だけどさ、あのエルってやつ、スターライトに何が起こってるのか知ってるみたいだ。それを聞き出すためにはやるしかないんだよね。やるしかないわ。うん、スターライトのためにも。行きます、行きます。こちらで。ではこういうのは、はい、せい、はい、なかなかやりますね。はい、まだいけます。そうだよな、そうだよな。聞きます。あ、いや、だ、よっしゃ、へへ、どうだ。行きます、行きます。そうだよな、そうだよな。なかなかやりますね。はい、はっ、誰よりも高く、よっしゃ、よし、次。もちろん。私のすべてお見せしましょう。新
私の武器決まった。今のすっごくいい感じだったよね。お疲れ、頑張ったな。舞台少女愛情カレンは日々進化中。うん、昨日より上手にできた気がする。これからレッスンだから。放課後のメニューはその日の体調を考えて組んでいます。記念すべき一つ目の課題達成です。この調子であと8個頑張ろう。イスルギさんの縦芝居3個。愛情さんの急成長には驚かされます。食生活にも気を使わねば。このお店は舞台少女を大掘り出し物あるだりゅー。掘りたて掘り掘りだりゅー。放課後のメニューはその日の体調を考え。正しい努力の結果です。どうかな。愛情さんの急成長には驚かされました。やったね。これで残り放課後のメニューはその日の体調を考えて組んでいます。
ターライト。私にとっても特別な。締め切りは厳守よ。上演の日程は決まってるんだから当然でしょ。スターを目指すのであれば食生活にも細心。フロンティア芸術学校舞台表現コース。フロンティア芸術学校舞台表スターライト。舞台少女は練習した分上手になるのだ。やるときはやる。舞台少女は練習した分。愛情さんの救世。うまくいったね。舞台少女。スターを目指すのであれば食生活にも。イスルギさんの縦芝居3、全てにおいて完璧である。
と祈願。もちろん。これで。あ、行くよ。はあ。任せていくわ。外さないよ。行きます。決まった。負けないからね。そこ、いい感じ。えいや、そうだよな。ヒット祈願、行くよ。へへ、どうだ。よっしゃ。よし、次。任せて。行くよ。こちらで。あ、これで。行きます。せい。あ、ヒット祈願。ヒット祈願。任せて。せーの、いくよ。ふりゃー、いい感じ。いくよ。もちろん。いきます。誰よりも高く。よっしゃ。よし、次。今ね。見えた。そうだよな。新しい大陸を。仕方ないわね。ワン、ツー、スリー、決める。この情熱が私の武器。決まった。みんなをもっとハッピーに。気になる結果はこちら。気になるお芝居はすでにチェックを終えてしまったので、どなたかにおすすめでも聞いてみましょうか。